今日は山井とメッセンジャーの投げ合いでゲームが始まりました。1回の表、新井貴浩の2点タイムリーでタイガースが2点の選手、そして2回にも大きなチャンスから鳥谷の2点タイムリー、そしてマートンのタイムリー、新井貴浩2点、タイムリー、タイムリーツーベース、それから福留のタイムリー、一挙6点を追加して、あと3回4回はゼロになって、4回終わって現在8対0とタイガースがリードしています。ほぼ満員になろうとしている日曜日のデーゲーム、そして夏休み最後の名古屋ドームのゲーム、阪神ファンの皆さんにとっては本当にもう最高のゲームがこれ演じられているというところなんですが、一方ドラゴンズファンにとってはこれね、もうファンからすれば何とかしろっていうような気持ち強いですよ ね、 ういうすね、はい、もう意地を見せろっていうような感じだと思いますけどね、はい、バッターボックスに新井が入って、これから5回の表、タイガースの攻撃、初球打ち、当たりだ、レフト見送った、第15号のソロホームランです。これもファーストストライク、初球打ちでした。これで9対0ですけども、やっぱりあれだけ振り切ってますからね、そうですね、思い切りよく振ってますからね、はい、